どうもしゅんです。こんにちは。どうもサイバーエージェントの親泉凛太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はサイバーエージェントの親泉さんにバチェラーっていう番組に出演されてた親泉さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。貴重なお時間。いえいえ、とんでもない。はい、で今日は親泉さんは、いろんな、めちゃくちゃもう経歴を話すと多分長くなるので、ここのテロップで出そうと思うんですけど、今あれですよ、サイバーでのお仕事はどういったことをされてるんですか？今はですね、ちょっといろいろとこう自分の仕事の定義をこう変えてってる途中なんですけど、はい、今アベマ TV という、テレビ朝日とサイバーエージェントの合弁会社に所属してまして、いろいろ企画したり、あと出る側もやったりとか、あとは結構その新卒採用とか、中途採用、そっちもやってまして、人事ではないんですけど、ちょっと今これからこうどういうビジネスパーソンとしてこう体制していこうかってことを出ることもやりつつ、模索中って感じですね。あ、なるほど。サイバーエージェントでもいろんなことをされているっていうか、そうですね、はい、っていうことで、親泉さん選ぶ立場というか面接官もやられてると思うので、どういったなんかこういう人と一緒に働きたいみたいなのはありますか？僕これ会社が思ってることと、あと僕個人として思ってることで、もちろん共通している部分と、そうでもない部分と、いくつか分かれるんですけど、個人的にも会社的にも大事だなと思うのが、やっぱり素直で、頑張る気概がある人、一度限りの人生だから、もうなんていうかな、普通にサラリーマンになって、こう定年退職を迎えて、それまでこうちゃんと無難に大企業でこうコツ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 地道にこう経験を積んでいきたいっていう、要は安定派ではない種族の人たち、僕も思ってることあって、やっぱりそのね、これから多分100歳120歳まで生きるっていうのが普通になってくると思うんですよ。そうすると普通に考えて65で定年って、確かに結構その後何すんのって、どちらかというと死ぬまで自分の仕事、志のことって書いて、仕事はこれだっていうものを定義して、それを死ぬまでこう追求するしていきたいと思ってる人たちと働きたい。なるほど、個人的にも社会、会社的にもそういった人と。そうですね、もちろんそのうちも大きな会社になってきたんで、その安心感っていうのは会社としては提供していきたいと思ってるんですけど、個人としてはね、その最終的にはこう会社がこう隕石を降ってきて吹っ飛んだとしても、いやいや全然普通に個人として生きていけるからっていうふうに思える、こう、経験と人脈と能力を要は身につけたいと思ってる人の方が、うちの会社ってどちらかというとあってんじゃないかなと思って、チャレンジを臆することなく、晴れる人、責任を持って晴れる人って意外とそんな多くはない。こうやって就活チャンネル立ち上げるのも一つの、大きなチャレンジだし、今クラウドファンディングで自分の会社を設立するために、資金をこう募るっていうのもすごくいいチャレンジだと思うし、そういう人を応援したいなと個人的には思います。やった、いやすごいありがたいです。その親泉さん の経歴を見さ調べさせていただくと、やっぱ常に新しいことというかをされていて、最近でいうとそのバチェラーの番組に出られたと思うんですけど、それを出るにあたって Amazon プライムはアメバ TV の言ったら競合だと思うんですけど、それに出るってなった時に、その会社的には大丈夫だったんですか？いやー、なかなかね、難しいところで、講義の意味でも競合ではあるんですけど、ただもうちょっと狭い意味で言うと、オンラインテレビ局がうちらで、あっちはサブスクリプションモデルなので、そのちょっと若干違うんですよね。ただエンターテインメントっていう意味では、確かに競合っちゃ競合なんですけど、だから今回自分がこう番組に出るってことに関しては完全に会社と切り離した個人の、意思決定でやっているので、当然その反対意見もあれば、応援してくれる意見もあれば、賛否両論。なるほど。賛否両論の状態の時は、自分の人生として要は後悔しない選択をすべきだし、よりハードな選択をした方がいいかなと思うんで、いろいろ考えた結果、これは会社に何を言われようと、やりたいってこう、わがままを通したって感じですね。なるほど。結果的に会社的にも良かったな。会社的に良かったかどうか、こっからの僕の人生次第かなと。
そうですね、すごい、そのなんていうんですかね、賛否両論ある中で決断してっていうことなんですね。じゃあ今もその個人としての活動と会社としての活動があると思うんですけど、その両立ってめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、うん、今どういった生活をされてるんですか、親さん。めちゃめちゃ忙しいと思うんですけど。いやいやいや、ちょっと今本業の方は、はい、まあ、逆に言うとアベマ TV に関してはどういう貢献をしていくのかっていうことを、はい、まあ、まだ模索中というかですね、はい、まあ、もちろんそのアベマの番組に出るとか、はい、採用でいくばっかコミットするってことはやっていきたいんですけど、はい、まあ、もうちょっとなんか講義の意味でビジネスプロデューサーとか大物のキャスティングを引っ張ってきつつ、なんか番組の大きな座組をこう整えるところをやったりとか、はい、そういう形でこうなんていうのかな、まあ、アベマ TV には貢献していきたいなと思っていて、はい、まあ、あと微力ながら番組の宣伝とか、はい、PR とか、あとサイバーエージェント全体ではすごくやっぱり13年、あ、新卒からずっと新卒採用の面接官をやってきていて、はい、まあ、いろんなその講義だったりとかセミナーとかインターンとか、はい、あと面接官としてずっとやってきていて、はい、あのそこではなんか、ね、何かしらこう、うん、いい影響をこう会社にもたらすことができるんじゃないかなと思っていて、今最近ちょっと恥ずかしいんですけど、親会津大学っていう、はい、あの就活拝見しました、はい、セミナーをやっていて、はい、月1くらいで、はい、まあ、簡単に言うとその次世代キャリアの作り方みたいな、はい、まあ、その枠にとらわれないその社会人としての生き方とかチャレンジの仕方とかっていうのを自分の実体験ベースで話したりするんですけど、僕も応募して落ちて落選しました。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ長文で送ってるの落選してしまいました。今から新しい試みというか、これからやってみたいことっていうのはありますか。やってみたいことか、なんでしょうね。YouTube とかどうですか。 YouTube ね、あ、うん、そう、それはある、はい、自分の YouTube チャンネルを絶対伸びます。絶対に伸びる。僕もともとゲーム事業に行った時に、はい、Google さんとか Apple さんの交渉責任者をやっていて、はい、だからあの Google で言うとその YouTube チームとかも全然いつでもつながれるし、はい、結構割と勝手も分かっているはずなんですけど、はい、だからやっぱどういうね路線のコンテンツを作っていくか考え中なんですよね。確かに。そこら辺ちょっと手伝ってください。いやいや、もう何でも何でもします。何でもします。ということで面白かったです。はい、あの次回の動画は実際に親父さんに面接してもらうっていう感じでお送りしたいと思います。okay、 はい、これから僕の Facebook、まあ、繋がってる人、はい、アメブロ、Twitter、あと Instagram、はい、で自分のこう採用イベントの告知とかしていきたいなと思ってるので、興味を持った人はぜひ、親会津大学って不思議な名前の、はい、まあ、大学なのか、すごいザックバランに飲みながら人生についてこう話したりとか相談したりする、はい、場だったりするんですけど、ぜひとも来てくれればなと思います。ぜひ、あの下に全ての SNS を貼ってあるので飛んでみてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあ